今年区政80周年を迎えた足立区。この記念すべき年を象徴するタイトルを公募したところ、多くの案の中から分かりやすく明るい未来感のあるますますワクワク明日の足立という素敵なタイトルが選ばれました。年間を通して区民の皆さんと一緒に足立区の歴史を振り返り、新たな魅力を再発見するとともに、未来につながるさまざまなイベントを予定しています。80周年記念イベントの一部をご案内しましょう。まず最初に紹介するのは足立イベント80カードラリー。区政80周年を記念して本年度中に実施されるおよそ80の対象イベントで、記念のポストカードを差し上げます。カードは関谷の里やワイワイビューボーなどがあり、20種類以上が登場します。また集めたカードの枚数に応じて素敵な記念品を抽選でプレゼント。対象のイベントはこのマークが目印です。イベントに参加しカードを集めて足立区の新たな魅力を発見してみませんか。次にご紹介するのは郷土博物館の企画展です。博物館ではこの区政80周年を記念しまして、6月から5つの展覧会を開催する予定で準備を進めております。一番初めはこちらにポスターございますけれども、6月の19日から浮世絵近代版画橋をテーマにコレクションを見ていただくということになってございます。橋というのは主要な画題でよくあるものですけれども、それをいろいろな形で見ていただきながら、足立区が生まれるちょっと前の姿を見ていただきたいと思っております。続いて8月からは、もうちょっと一昔前になりました昭和という時代を、家電を切り口に振り返っていただく展覧会、タイムスリップ昭和家電という展覧会を開催いたします。10月の下旬になりますと、1年にわたって文化遺産調査をさせていただいておりますけれども、この成果に基づいて足立の仏像の展覧会をさせていただきます。その後も古文書大研究であるとか、幕末明治の、戦時の美術であるとか、さまざまな展覧会をご用意してございます。この機にぜひ博物館にお運びいただいて、足立区の歴史を触れていただくとともに、足立区の良さを再発見していただければというふうに考えております。足立区の貴重な文化遺産に触れ楽しめる郷土博物館の企画展、今年は特に目が離せない一年になりそうです。その他こんな企画もあります。昨年度から始まったアートアクセス足立、今後も参加者とアーティストが一緒に作り出す街中アートプロジェクトを展開していきます。足立区のさまざまな産業や製品をご紹介する足立メッセ。優れた製品や技術を持つ元気な企業にたくさん出会えます。販売やものづくり教室などのイベントも行われ、企業の方から一般の方まで楽しめる内容です。足立ぐるっとウォーキングは区内の名所などを巡るおすすめのウォーキングコースをご紹介。今年の秋と来年の春にはウォーキングイベントも開催する予定です。詳細は区のホームページなどでご紹介します。お楽しみに。足立区ビューティフルウィンドウズ運動のキャラクタービューボーのビューボー体操が完成間近です。今年の秋頃子どもたちがお披露目をしてくれます。振り付けもとても可愛いんですよ。その他足立区では区民の皆さんから80周年にちなんだ様々なアイデアなどを募集しています。まず道路の愛称募集のお知らせです。いつも通る道、気になるあの道に多くの人が親しみの持てる愛称をつけてください。足立写真館では足立区の80年を振り返る写真を募集し展示します。展示をする他にぐるっとウォーキングのコースにその写真が撮影されたスポットを組み込んで80年間の移り変わりを体感するというような企画も考えています。ますますワクワクなイベントの詳細は広報誌や番組ホームページでお知らせしていきます。皆さんもぜひ一緒に足立区の80周年を盛り上げていきましょう。